全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。この動画ではスボレキサント商品名ベルソムラの効果と副作用について話をしています。この薬は不眠症に対して改善の効果が見られます。運動や記憶に対しての副作用が少ないので比較的安心して服用できます。また筋弛緩作用も少ないので転倒といった危険性も少ないです。用法としては1日1回 20mg を寝る前に服用します。高齢者の場合は1日1回 15mg を寝る前に服用します。年齢や症状によって飲む量は増減します。副作用としては眠気、ふらつき、倦怠感、めまい、頭痛といった症状が出ることがあります。このような症状が見られたらすぐに医師に相談するようにしてください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。